まずはホークスの先発古谷がペイペイドームのマウンドに上がります。チームに勢いをつけることができるんでしょうか。ファーストランナースタート、盗塁成功です。ここで盗塁を許してしまいました。まあ走ってくるの分かってたはずなんで、もう少し工夫してもらいたかったですね。できた、キャッチャー送球して盗塁成功、キャッチャー二塁送球する、セーフ、盗塁成功、スタート、盗塁成功です。点を与えて、今ベンチに下がっていきます。どうやらどこかに違和感があるようです。やはりピッチャーダメなようです。結局、先ほどの投球の際にどこか痛めたということで投手交代ということになります。